ヤクルト7回の男、今野龍太投手、飛躍のポイント。2020年の20登板、防御率 2.84 から、2021年は64登板、防御率 2.76。パワープロでは12月のアプデで伸び A になったし、ストレートばかりが語られがちだけど、2020年から明確に良くなったところが2つある。1つ目はフォーク。2020年全体の 10% を占めたフォークは、被打率4割5分7厘と打たれまくり、空振り率 4% と空振りも取れなかった。それに対して2021年は全体の 13% を占め、被打率1割8分2厘、空振り率 12.14% と、2020年オフには課題と言っていたこの球種を、去年は武器にできていたことがわかる。良くなったところ2つ目、予祝率。2020年は予祝率 4.62。正直この数字は高すぎた。それに対して2021年は予祝率 3.63。これでもまだ若干高いけど、フォアボールをかなり減らすことに成功している。2022年の今野投手はどんな進化を見せてくれるのか、さらなる飛躍に期待しましょう。